読者のみんなこんにちは、マガジヨミだよ。こんにちは、マガジンのすけです。なんか最近暑くなったり寒くなったり、ほんと過ごしづらいよね。いやもうおっしゃる通りで、実際、その編集部でも体調を崩す作家さん、あと編集部員、かなり増えているみたいですからね。やばいね、それやばい。バーチャルの体持ってる私ですらちょっとしんどいもん。いやテンション上がんない。バーチャルの体ですらしんどい。しんどいもん。テンション上がんないよ。本当読者のみんなも本当気をつけてね。いやでもヨミさん、今日発売の週マガは、そんなしんどい季節を吹き飛ばす内容になっているとかいないとか。なってるよ。さすが。今日発売の週マガ29号は、関東グラビア欅坂46の渡辺梨沙さん、テレビアニメ好評放送中の川柳少女のセンターカラー、テレビアニメ放送直前の永遠の消防隊、スパイダーマンファーフロムホーム、ムビチケプレゼントも豪華なんだけど、新連載線は僕を描くにやっぱり注目かな。まあ、水墨画の漫画というとちょっと分かりづらいかもしれないんだけど、主人公は普通の大学1年生なんだよね。それがあるアルバイトをきっかけに水墨画の世界に足を踏み入れていくんだけど、まあなんか見るからにこの1話なんかまあ天才肌なんだろうなっていう、主人公天才説。主人公天才説、まあ面白そうだけどね。めっちゃ上から来ましたね。めっちゃ上から来ました。なるほど、あの1話目いい感じですだと、めっちゃそういい1話目なのに面白いと思って。1話目つまらないのがあるみたいな。あ、そっかそっか。よみ先生、そうだね、ちょっといけませんね。よみ先生どうしたんですか。ラーメンで笑っても、ファッションデザイナーとモデルっていう少年漫画ではなかなか描かれない世界を描いてるけど、この漫画もそういう知らない世界を教えてくれる漫画って感じ。似てるかなって。すっごい面白そう。少年誌でね描かれてこなかった世界にも、少年誌のテーマとしてぴったりなキャラクターの成長、競争があるんだよね。なるほど、そういう意味で漫画を楽しみつつ好奇心を満たしてくれる漫画だから、読者のみんなにもこれは絶対読んでほしい。いや、ヨミさん、さすがにこれも1年続けてきて、漫画の紹介がお上手になりつつある。本当最初絵しか褒めれなかったから絵が可愛いみたいな。絵が可愛いみたいな。そうそう、いやでもさすがでございます。いやありがとう、褒めてくれて。いやいやいや、じゃあ今週はこれまで。今週の企画なんかないんですか。じゃあ、私が教える編集長に聞いた今後の週マガトピックス。というと、私が夏までの週マガの予定を超先行で教えようかなっていう。今この場で。いや、そう、すごい。すごいでしょ。すごいっす。まずはね、今週は新連載が始まったけど、これから月に一度のペースで新連載が始まる予定だよ。あー、すごいですね。ってことは6月、線は僕を描く、7月何か1本、8月1本も予定されてると。すごい。これ楽しみだよね。楽しみですね。で、他にはさらに7月にはまさかの作品が表紙を飾ることが決まってるの。漫画ってことですか。漫画じゃないですか。それは言っちゃダメって言われてるから。ああ、もう初代の、まあ、言われてるけど、この夏の超話題作ということだけはちょっと教えてあげようかな。ああ、なるほど。ヨミさん明らかに知ってる風ですけど。ならちょっと教えてください。あとはね、8月には大人気作家さんの読み切りも予定されてる。大人気作家、誰ですかそれ。どんな漫画になるんですか。それも言えないんだけど。ちょっとちょっと読みし、ごめんね、なんかこれ、まあそんな感じで盛り上がっていくね、マガジン。なるほど、夏にかけてどんどん盛り上がっていく。そう、いろいろ言えなくてごめんだけど、夏に向けてどんどんマガジン盛り上がっていくから、読者のみんな絶対読んでね。